うにゃーす、タコポヌです。さあ今日やるゲームは12ロックズ2。この粘土の世界観好きだな。まるで自分が粘土になったような気分だね。いやそれはやだな、さすがにまだタコがマシ。まあ、ということでね、やっていくんだけど、前回ね、いろいろやってきて、まあ、とうとうこのね、最終ステージまで来たんで、早速やっていこう。お父さん、学校に連れてって、って感じで喋ってきてるね。それじゃあ、車に乗ろうか。車に、こんなに鍵がかかってる。どうしてこんな12個も鍵をかけた？といったお話だね。さあやっていこう。まあ、今日もね、この12個のロックを解除していく、そんな感じのゲームだね。いやまたこのね、すごいつけてんな、この車にタイヤにもこんなつけてるし。待て、ちょっと見えたけど、早速鍵があるじゃん、ここに。ちょっと取ってみるか。ダメか。犬が睨みつけてダメだ。まあ、そう簡単には取れないよね。いや、とりあえずじゃあ順番に見ていこうか。さあ、こっちはどうだ？あ、家が建ててあるね。入れない。お、なんか見つけたぞ。よし、このなんか絨毯にあったね。それから、ドアを叩くと、何者かが見ている。ここか？あ、ここにもなんか謎があるね。あ、なんか丸があった。赤い丸。他はないね。これなんだ？これで開くとかじゃないか。開けてね、友達になりたいのにね。まあ、こっち見ていこう。ここはなんだ？消えるね。全部消すと鍵が出るとか、そういう感じじゃないか。不思議発見だなぁ、もうここ。それから、じょうろがあって、砂場かな？そう、猫がいて、ここになんかあるね。お、拾った。謎の緑の、これ拾ったね。猫は特に何もできない。お、これはなんだ？押すとなんかピッて。え？なんだ？おお！え？適当にやったら正解した。これはいいのか？奇跡を起こしてしまったけど。まあ、いっか。さあ、ここに数字があるね。9471。またこれ普通に、ここで、9471。お、当てたねー。よし、ついでに鍵も開けていくか。よっしょ。さ、こっちか？いいね。さ、ちょっとずつ開けていこう。次は、まあ、ここら辺見ていこうかな。さ、ここは何もない。リンゴ。噛みつかれたリンゴがあって。お、魚の骨が出てきた。これ犬にあげるやつかな。お、もう一個出た。今度は人骨。ゴミ箱の中に。あら、これは、なんだこれ。いや、広告だな。いや、出ないんか。なぜか広告出なかったね。このハエとか後に何もないか。バナナは拾えない。これは？おっと？あ、ここにまた何か色のついたこれやがあって。そして、謎と聞きだね。これはどういうことだ？お、こういう感じで、外して繋ぐことができる。伸ばさないといけないってことかな？ちょっと緩んだ感じじゃ×で、伸ばすのがいいのか。こういうことね。届かない。ってことは？こっち側も外せるか。こっち届かないね。こうか。待て。こう、ピンと伸ばして、
で、こっちはこう伸ばすと、お案外余裕じゃないか。おっと、これは謎の鍵。隣人の鍵かな。家があったよね。さ、まあ、こんなもんかな。それから、おこれは、あ、なんか道具拾ったね。ここら辺は、おまた拾った。それから、もう拾えるものはないかな。あ、ここになんか色がついてる。この色順に置いていけばいいのかな？赤、緑、青。お、来たー。ゴリラじゃ解けない問題だったね。よかった、僕ゴリラじゃなくて。お、スコップ拾ったね。あ、こうなんか光ってる。信号かな？あ、これあれだな。適当に押して、正解したやつだな。お、そしてこれはなんだ？え？丸バツ？バトルが始まった。これは、どうしよう。ここか？お、勝った！急に、急に丸バツバトルが始まって、勝ったね。よし、鍵もらった。さあ、ここに犬。犬にじゃあ、まずは魚の骨。ダメだね、やっぱ。じゃあ、この人骨かな？人骨かよくわからんけど。あ、喜んでくれた。これで、鍵取れたね。かわいいやつだな、こう見ると。まあ、犬がね、骨を噛みついてることをリアルでは見たことないけどね。さあ、まあ、鍵を開けていこうか。結構取れたね。一周目で。さあ、これはどこだ？あ、ここでいいのか。これは？ほうほう。でも残り3つ。今回早い段階でクリアできそうだね。使えるアイテムも3つか。この道具を使って、ここのドアを開ける。こっちか？ん？またなんか見てるよ。骨与えてやるか。ダメか。不審者がいるよみたいな感じで見てんな。友達なのにね。いや、ここもなんか謎だね。こことここ合わせるとかそういうことじゃないのか。え、なんだろうこれ。このスコップを使って砂場を掘る。出た。これなんだ、謎のアイテム来たね。ここで、あれだ。ここで使うんじゃない？あれ違うか。まあ別のところだね。ここじゃない。あ、猫に魚の骨。来た！ありがとう、猫。いいやつだったな。骨でね、喜ぶなんて。じゃ、この道具を、ここに使ってみるとかそういう感じかな。あ、来た！なるほどね。そう、これで揃ったかな。ようやく車に乗れるよ。こんなね、鍵めちゃくちゃつけてあったけど。まずはここの鍵。そしてこれ、ここかな、光ってるけど。あ、そういうことね。それから、あれ、この黒い鍵、こっちか。あれ、こっちでもない。え、なんだ、じゃあ。え、残り二つ。ピンクと緑の鍵。いや、どっかにあるんだね。とりあえず一個はここにありそうだよね。この家。ここの謎解きを本気でやってみるか。さあ、ここは IQ 高いぞ。こう回せるんだけど。あ、なんかあった。え、なにこれ。え、ちょっと待って。見つけてこう合わせても何も起こらないね。あ、正解したよって音が鳴ったぞ。あれでも開かないか。こっちか？お、出てきた。あ、来た。ありがとな。やっぱ友達だと思ってたんだよね。あ、よかった。鍵くれたよ。そっか、チャイムを直してチャイムを鳴らしたってことね。さあ、残り1個。最後に残ったのって大抵見つけにくいんだけどね。どこだろう？ここかな？
ここなんか消えるんだよね。消しても何も起こらない。全部急いでやってみるか。はい、どうだ。はい、よしょよしょ。ほい、あ、ダメだ、現れちゃうね。とにかくこう急いで、まだか。はいはい、 OK。 はい、あ、惜しい。この速さ出たー、よっしゃー。やっぱ全部消すってことだったんだね。もう最後は謎解きというよりもうテクニックが必要だったんだね。さあでもこれで開いた。この黒い鍵は車のキーってことね。さあこれでドア開けてエンジンがついた。よっしゃー、イエス、車が開いた。いやー、これで学校に行けるよ。いやー、みんなー、あー、よっしゃ、やったねー。そこで一通り全部終わったかな。よーし、クリアしました。完全に12ロックズというゲームでしたね。なんだかんだね、謎解きが面白くて、まあ簡単にね解けるから、まあバカみたいな人間でもクリアできるんだけど、ただね、ゴリラやチンパンジーはクリアできないからね。この動画を見てるゴリラやチンパンジーの皆さん、ごめんね。ね、これクリアできないけど。まあ、でもね、次新しいステージが出たらやっていこうと思うんでね。ぜひチャンネル登録よろしく。バイバイ。